はい、皆さんこんにちは、のぺんです。ダービースタリオンやっていきましょう。さあ、現在牧場経営は16年目でございます。で、この16年目にしてなんと G1 を3つ制覇する馬がね、誕生しました。こちら、ペペペペクラウド。現在このペペペペクラウドはスプリンターズステークスを2勝で、あとはもう1個、高松宮記念を1勝してますね。で、 G1 を3つ勝ってます。さあ、では引き続きこのペペペペクラウドに G1 勝ってもらいましょうか。よーし、やっていきましょう。さあ、ではペペペペクラウドはマイルチャンピオンシップ出場してもらいましょうか。さあ、勝てるでしょうか。で、三浦康生さん、引き続きお願いします。さあ、では行ってみましょう。さあ、ペペペペクラウド G1 4勝目なるでしょうか。さあ、ではマイルチャンピオンシップやっていきましょう。で、私の馬ペペペペクラウドは人気はね、4番人気か、4番人気大丈夫かな。さあ、ペペペペクラウド帰ってきたね。マイルチャンピオンシップ去年は負けたけれども今年は勝つ。さあ、やっていきましょう。秋のマイル、はい、京都競馬場です。今年も多彩なメンバーが顔を揃えました。マイルチャンピオンシップ熱戦に期待がかかります。私の馬はどこや。スタートしました。少しバラついたスタートになりました。スタートはどうだったかな。まあ、悪くはなかったような気がする。マルターズアポジー、この馬が行きました。2番手6番で内側を走ってるから気をつけてね。後ろに1番イスラドニータ、5番テテテテクラウド、外を抑えて9番アメリカスカップ、後ろに11番で1番人気の馬はどこや。3番ミッキードリー、バグに飲まれて潰れてくれればいいけど。 600m の通過タイムは35秒。結構ダビスタって展開によるよね、その勝ち負けが。10番ジャンダルーム、1番人気2番モズアスコット、この位置各馬第3コーナーを。一番ちょうどいい位置にいるかもしれないね。13番ペルシアンナイト、外から上がるのはリサイファ内側、やっぱりやっぱりめっちゃちょうどいいような気がする。15番レオアクティブ、さあどうでしょう。4コーナーカーブ直線コースに入ります。いい。さあどうだどうだ。400を切って先頭、頑張れ頑張れ。そしてレーヌミノル、お来てる来てるよ。レーヌミノル、頑張れ頑張れ、させさせさせ、さすんだ。逃げる逃げる、頑張れ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 、やったやった、オッケー、やった。勝ったのはテテテテクラウド、 G1 4勝目だ。オッケー、よう頑張った。すごいな。G1 4つ目だ。はい、 G1 で勝利する5回目達成で、マイルチャンピオンシップも初勝利、やったすごいな、この馬恐ろしい。また勝っちゃった、やったわ。さあ、でペペペペクラウドマイルチャンピオンシップ優勝おめでとうございます。この調子でさらに勝ち星を積み重ねてい いきましょう。うん、オッケーで、9401万で、なんかめっちゃ取られるんだよね、税金とか、なんか新常金とか、なんかわけのわからないあれは何なんだろう。まあいいや、勝ったから。よーし、めっちゃ調子いいね。で、ペペペペパークはジャパンカップ、まあもう引退だろパークは。またじゃあ最後の花向けに、うん、頑張って。で、スプリングもジャパンカップ、うん、まあ頑張って、うん、さあ、で、いやいやいや、で、ペペペペツアーも3歳以上、うん、1勝クラスね、頑張って、うん、で、まあさすがに放牧出そうか、うん、もうマイルチャンピオンシップがあるからね、もう急遽放牧から帰郷させたんだよね、ほんとごめんな。で、ペペペペアースが帰郷、はい、了解。さあ、ではミッション確認していきましょう。ポイントはどんぐらい入った。あと10ポイントあと10ポイントないかな。で、あと10ポイントでウォーターマシーンが拡張できる。で、そういえばスタッフ雇えないかな。で、前回までにこちらウォーキングマシーンもね、立てたんですよ。で、スタッフ、さあ、ぴったりな方いるかな。多分いないな。この方たちは多分違うな。さあ、来月も待ちましょうか。いや、マイルチャンピオンシップ勝てると思わんかった。よし、あ、 VTR 残してない、しまったしまった、まあいいや。
さあ、ジャパンカップ、パーク、スプリングともにマークがついてない。なかなか厳しいな。まあ、スプリングはまだ若いから可能性あるけど、パークはもうこれに似てるな。さあ、ペペペペスプリングはトップにいる。あ、一瞬だけ、一瞬だけだけど。パークさんはどこ行った？まだ動かない。あー、どんどん後ろに行っちゃう。ワグネリア伸び足がいい。これが G1 の壁。ビッグクイーンまとめてかわした。あー、ドベワンツーフィニッシュしちゃった。私の馬で。いや、まあまあ、よう頑張った、よう頑張った。パークさんは G1 1個勝ったしね。さあ、ペペペペパークお疲れ様でした。ではまあ申し訳ないですけども、優秀な成績を残しましたが、残念ながら引退させるしかないですね。まあ仕方ないよね。シバプアにはできないのかな。ちょっと残念だよね。さあ、で、年が明けてこのコメントが出てきました。おめでとうございます。 SRA 賞をうちの馬が受賞したそうです。 SRA 賞受賞会場に向かいますか。あー、行きましょう。初めてだこんなの。わ、すごい豪華なところ、昨年も、様々な競走馬が活躍した競馬界、その中でも輝かしい成績を収めた、競走馬たちを表彰させていただきます。最優秀2歳ボバ賞を受賞したのは、あー、ないのか、そうか。で、2歳牝馬はない。で、3歳牝馬もないよね。で、3歳ボバと3歳牝馬がない。で、はい、最優秀4歳以上ボバを受賞したのはこちら、はい、ペペペペクラウドです。おめでとうございます。まあそりゃそうだよね、 G1 3つも取ってるんだから、おめでとうございます。さあ、本当おめでとう。もうこんなね、もうところまで来れると思わなかったわ。で、最優秀短距離馬を受賞したのはまさか、そう、ペペペペクラウドです。おめでとうございます。よかったやったー、オッケー。で、最優秀ダートホース賞を受賞したのは、まあいないよね。で、そして栄えある年度代表馬を獲得したのは、あー、やった、ペペペペクラウド、オッケー。年度代表馬を獲得した、オッケー、やったー。まあこれが最終目標みたいなところもあるけどね。まあ引き続き頑張っていきましょう。ペペペペ牧場の方々、おめでとうございます。ありがとう。 SR 賞、SRA賞表彰式は以上で終了となります。来年またお会いしましょう。またね。さあ、で、ミッションも達成。4歳以上ボバ、選出。で、短距離馬選出。で、年度代表馬も選出。これめっちゃミッションポイントゲットしたんじゃない？これはオーナーランクめっちゃ上がってるやろ。じゃあ、とりあえず、さあ、出走する馬を出させて。で、ペペペペペかな。最初は調子良かったんだけどね。最近、どうもピンとこない。ピンとこないっていうかね、ニッチもサッチもいかない。さあ、ではミッション確認していきましょう。さあ、どんな感じになってる。で、33、あ、34、あ、すごいね。で、あと10ポイントだ。あと10ポイント。さあ、では施設の拡大していきましょう。さあ、それでは施設の拡大をやっていきましょうか。で、前回までにこちらウォーキングマシンをね、立てたんですよ。で、追加されたのはウォーターマシンとトラックコースか。ウォーターマシンが足元を強くし怪我防止に役立ちます。あー、これ絶対取ろう。オッケー。で、金が順調になくなってくな。で、あ、建設路達成。で、ウォーキングマシンは馬たちの運動不足が解消されますね。どういうことやろ。で、トラックコースは幼いうちからコーナーを意識させたトレーニングができます。あー、いいね。やばい、10億切った。大丈夫で、今、6億8000万か、資金が。で、ミッションも達成。じゃあ、スタッフも雇っていきましょうか。今は、どうやろうな、この人たち。どれか任せられるか。じゃあ、まずは、ウォーターマシーンに、じゃあ、こちら、片山さんを任せよう。はい、じゃあ、お願いします。月々50万。結構するね。で、じゃあ、トラックコースは、じゃあ、じゃあ、植木さんでお願いします。さあ、で、赤田さんはまあちょっと今回はちょっと見合わせをましょうね。さあ、頑張っていきましょう。で、そういえばミッションも達成してるから確認しましょうか。で、
ランク35上がった。で次は36か。36になるとブリーダーズカップ用のなんかフレームとなると、また施設の拡大できるな。これですね、オーナーランクが35になると、繁殖牝馬8頭で種牡馬を2頭管理できる。ああいいね、素晴らしい。じゃあ拡張しましょう。はい、さあ金が順調になくなってて、これを本格的に馬券で稼がんといかんな。ブブブクラウド高松の宮記念連覇目指していきます。さあそれでは行きましょう。まあ年度代表馬だからね、まあ楽勝でしょう。行きましょう。さあでは行きましょう、高松の宮記念。マークはもらってるけど、ライバルたちもちょっと強敵っぽいな。ちなみにオッズの方はね、ペペペペクラウドは 8.5 倍か、4番人気ですね。さあではやっていきましょう。さあ頑張るぞ。さあでは行きましょう、高松の宮記念。まあマークはもらってるか、でも6歳はきついよな。ちなみにオッズの方はペペペペクラウドは 8.4 倍。まあまあ4番人気ってところか。じゃあとりあえず馬券買っておきましょう。確か1番人気の馬がね、じゃあそやな、グランアレグリアか。じゃあじゃあもう一人ぐらい、じゃあステルビオ、そしてまあまあこんだけ買っといて、まあ多分馬券さえ買っておけばまあ多分まあもしかしたら向こうのね、パフォーマンスが落ちるかもしれない。ちょっと緊張しちゃうかもしれないから。去年はね、もう私ペペ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 ペクラウドが優勝しましたからね。さあ連覇狙っていきましょう。頑張るぞ。さあどうなんでしょうか。でまさか自分の馬かけてないと。鋭いスピード自慢たちがしのぎを削ります。最速をかけた戦いは間もなく。さあ私のね、まあまあこう賭けはよく負けるから。スタートしました。少しバラついたスタートになりました。まあそういう願掛けで先行争い。ペペペペクラウドをかけなかったペースを作ります。よし。2番手、3番位置はどうでしょうかな。ああでも悪くはないかもしれない。またそこをキープしてもらえれば。昨年の年度代表馬テテテテ。あーで紹介してくれた、サンキューサンキュー。9番モズスーパーフレア。さあどうでしょう。内側5番レーヌミノル。1馬身相手8番。あーでもめちゃめちゃいい位置じゃん。 600m の通過タイムは34秒。さあどうでしょう、この4馬券買って向こうを緊張させる作戦は。さあ直線の攻防、おーフォースでしょうか。400を切って先頭シャイニングレイ。頑張れ頑張れ。ミスターメロディシャイニングレイ。で外からちょっと速い馬が来とる。でどうだどうだ。上げろ上げろ上げろ頑張れ。で3、4番人気ぐらいか。人気っていうか3番か4番ぐらい。どうでしょうか。まあ一応3着には入ってるか、まだまだいけそうだね。まあ3着ぐらいだったらもう全然いいや。まあ馬券、あ一応当たってるんだいや恐縮です。オーケーオーケー、やったやった。まさか馬券が当たるとは思わなかった。さあ春になりました。なので種付けやっていきましょうか。さあ行きましょう行きましょう。で現在育成馬のコメントもちゃんと見ていかないといけないね。とりあえずちゃんと育てる子を絞っていきましょう。この子はなので晩成なのかな。でジャイアンチャンプ、チャンプはね、このコメントはね、もしかしたら G1 取れるかもしれないっていうコメントらしい。じゃあはいチャンプで、あとこれ大丈夫かなで雰囲気が出てきた。でちょっと性格がきつい。そうなんだ。でいたずらばかりしてると。なるほどなるほど、了解。さあそれでは種付けやっていきましょうか。でいちこさんはもう15歳か、そろそろ引退なのかもしれないな。この生まれてくる子が最後になるかもしれないね。じゃあスカイシルビア種付けしていきましょうか。ディープインパクトは種付けできる。さあ頼む頼む。できるね。オッケーオッケーオッケー。じゃあディープインパクトを種付けしていきましょう。はいお願いします。で次は次はじゃあこの子栄光の空へ。じゃあ栄光の空へはキングハカメハメハを種付けして、でドゥメランテっていうね、競走馬の
ね、弟か妹を作ってあげよう。さあ行きましょう。さあこれは期待だよ期待大。さあで生まれますよ、そろそろ生まれそうです。ペペペペいちこさんの子が生まれたってよ。わーい、女の子だってさ、よかったよかった。子馬は無事でしたが、ペペペペいちこさんは出産に耐えきれませんでした。残念です。まさか、あー亡くなっちゃったの、いちこさん。マジか、いちこさん、ずっとねこのペペペペ牧場で頑張ってくれてたのに。うわマジか。まあよう頑張ってくれた。うん、ってなるとね子供がかわいそうだよねこれはちょっとどうしましょう。子供の名前今つける。うん、今つけよう。ペペペダリアちゃん。ペペペペダリア。うわーダリアちゃんお母さんがいない、寂しすぎる。そうかわいそすぎるわ。さあではペペペクラウド、今週はね安田記念に挑戦してもらいます。あーもしかしたら限界近いのかもしれないけど、まあできるだけ頑張ってもらおう。まだまだやれると思う、そう信じてる。さあでは安田記念挑戦していきましょう。でやっぱマークがだいぶしんどくなってきたな。でババが不良かもう多分ね不良ババだと活躍できないから、ペペペペクラウドは。あーこれはこれは消化試合ということで。まあでもいい位置にはいる。どうかなどうかな。まあ素足で出てこないか。イスラモニータわずかに先頭か。こっからは厳しいけれども、まあババが不良だったから仕方がないか。このグランアレグリアっていう馬がめちゃめちゃ強い。何者で順位は11着か。うーん苦しい戦いが続くね。さあでは先ほどフットワークがなんたらって言ってたペペペペジャンプが新馬戦でございます。さあこれは頑張ってほしいね。さあ君のフットワークとやらを見せてもらおうではないか、2歳新馬。このゲームね新馬戦勝つのがめちゃめちゃ難しい。2歳新馬で新馬戦勝てればオーナーランクのポイントがちょっともらえるから、スタートしました。どうでしょう。高ダッシュは名称ベルボンマシュマン。そうだったね、うん、まずは先行争い。さあ内側にいるけどちょっと心配だな。あと飛ばしてみましょう。ティースマインド突っ込んでくる。位置的にどうでしょう。ちょっと横にそれれば先頭カフェリュージン。わずかに先頭はカフェリュージン。どうかな。ダメだこれは。あーとでもいやいけるいけるいける。エフティマイヤ差を詰める。あーっとあー三着がまあ精一杯か。エフティマイヤまあ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 。じゃあペペペペクラウドの、ラストランは宝塚記念にしましょうか。前回は2着だったから、まあ、今回で有終の美を飾ってほしい。さあ頑張って。さあでは宝塚記念再挑戦でございます。さあ頑張っていきましょう。さあどうかな。で馬場は良好だよね、なら勝ち目はあるかもしれん。さあ頑張って。春の G1 シーズンは何番だっけ、17番か。人気と実力を兼ね備えた名馬たちの激戦、また外回りになってしまうけれども、となります。大丈夫大丈夫。やっぱスタートはいい。この子本当スタートはうまい。ジャンプスパロー、ビルシーナ。でジャンプスパローもうまいのか。内から押して。さあで。奇跡突っ込んでくる。どうでしょう。ビルシーナ外から差を詰める。どうかなどうかな。ビルシーナ外から差を詰める。ここから坂を駆け上がる。まだまだビルシーナ。やっぱ苦しいか。まあとりあえずラストランということでお疲れ様でした。よう頑張った。先頭でゴール。めっちゃ貢献してくれた、本当ありがとうな。でちなみに10着でクラブーマのジャンプスパローは14着か。さあでペペペクラウド疲れが溜まってる。あー放牧、いやここは放牧に出さないでもう登録抹消します。本当にお疲れ様でした。死亡倍入りするか引退するか選んでください。あーこれはもちろんじゃあ死亡倍入りさせましょうか。死亡倍入りさせますか。うんはい、おめでとうございます。ペペペペクラウドが軽勝馬に選ばれました。おめでとうクラウド。まあ G1 3勝してるからね。そうですか、ぜひ今度はこの馬の3個を預からせてください。ああ嬉しいこと言ってくれる。でちなみにああ引退とかもできるのか。ちなみにペペペペクラウド、なんかデータとか見れないかな。まあ血統は見れるけども。さあでペペペペクラウドありました、こちら。ペペペペクラウドは
実績 A だけど体質は C か。まあまあまあ、でも実績 A もらえただけでもいいか。一回種付けさせてみたいな。まあ来年にね、まあ持ち越しということで、さあ頑張っていきましょう。はい、それでは今回はここで。ご視聴ありがとうございました。次回をお楽しみ。よろしければチャンネル登録、高評価お願いします。のぺでした。さよならー。